学はゲイです。今日東京都なんですが、非常に残念としてですね、某言葉に聞かせ、日曜日になっては感染者、不要化しへの上げない話でございます。大変残念ですが、今日東京都が、何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今はまさに、オーバーシェードの局面を大幅に超えております。クラスターの効果、感染経路不明者が多すぎる。これはありえない話でございます。ふざけてんのかって言いたいです。新型コロナはそもそも考えると第三次世界大戦だと思え！はい。医療はすでに壊滅状態でございます。緊急事態宣言、今すぐに出すべきです。おかしすぎる声では、はい。自粛しないと意味がないですよ。何回も言ってますよ。はい。そこは新型コロナの支援プロジェクトとして、上白石萌音さんでキャンディー歌ってください。キャンディー、アイラブユー。目覚めても窓を越えて僕は来た。茨に囲まれ眠る横顔を揺り起こすのは風さ。キャンディー I love you 許してよ。ダイヤモンドは持ってないけど、草の葉にある朝のきらめきを素肌にかけてあげる。僕は君の中溶けてゆく寒い心をその優しい手で包んで、キャンディー。君は僕の中一つだね。夢の渦に巻き込まれて舞い上がるよ。I love you.キャンディー泣かないで、君が泣けば空も泣いてまう。誰も君の髪触らせたくない。死ぬまで僕のものだ。寒い心その優しさを手で包んで、あはキャンディー。何でも言います。解散してください。今日は私にどうもやさい。解答準備をやさない。SC 小学会議はもう議論と東京には来ないでください。お盆休みの手休みをステイホーム。バイバイ。